天野品氏は、日本の柔道家、島根県出身。大日本武徳会の探し部にて修行した後、京都第三高等学校在学中には、福永基吉の下で漢学を専攻する傍ら、京都本部で、磯貝はじめ、長岡周一両藩士に指示し、1909年2月に武徳会初段に列せられる。1910年には5月に、京都武徳会本部大会で、 成績優秀、同年8月に、部徳会本部青年大会で優勝を果たし、同年行動館へ入門。以後は、柔道教師としての道を歩み、京都府立第二中学校を経て、佐賀県に下り県立小木中学校や、道県警察部で、更新の指導に当たった後、海を渡って、関東都督府、高天総領事館、同刑務所、 何万以下大学等の柔道師範を歴任した。天野は身長162センチメートルという小柄な体格ながら羽根腰、内股等の大技に比でまた足技や固め技にも長じた。1917年7月には大阪府警察部師範に任せられ、1919年行動官五段。百二十九年五月の5対0記念武道大会には、 大会最年長の46歳ながら指定選手として選出の光栄によくし、翌30年11月の第1回全日本選手権では専門青年後期の部に出場して熊本の大賀三期六段らを下し選手権を獲得する。1933年には行動館と武徳会からそれぞれ七段くらいを1937年には 報道館8台くらいを排除。その後1940年6月の期限2600年、宝宿天覧武道大会では審判員の重責を担うとともに特選演舞を行っている。一方、この間1929年には、柔道法の形、実際的護身法という著書を発刊している。1943年3月に大阪府警察部を辞して、 同年4月大日本部特会、大阪支部柔道部長に就任するも、1945年の太平洋戦争終戦に伴う戦犯追放の煽りを受けて、同45年10月にこれを退職。その後1948年5月に行動官より球団を許された。1966年3月27日午前5時、脳拘束により、 豊中市内の自宅で死去。告別式は3月29日に市内の名悟院に行って取り行われた。ちょうど近畿高段社大会への臨席のため来藩中だった加納理性館長は真っ先に弔問に訪れ、戦前より柔道界を支えた大家の死を悼んでいる。ありがとうございます。